はい、それでは今回は、はい、バックトゥザフューチャーのデロリアン作成なんですけれども、はい、今回イシュー4でございます。イシュー4はこんなパーツですね。はい、なんでしたっけね。ミスターフュージョン、ミスターフュージョン、ミスターフュージョンはこれなのか。リアクター、まずリアクターを作るのか。どこの部分、一体、あ、ここの部分ですね。ここの部分ね。はい、じゃあ早速作りましょうかね。はい、はい、穴がちょっとずれてんな。穴がずれてるな。これね、微妙にね、穴がずれてるな。穴がね、わかります？これね、穴がずれてるな。大丈夫かな。ちょっとずれてるから、よいしょ、うまくこっちを合わせて、でそれからグッと入れていく。あ、入った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 。おー、なんとか入った。ちょっとずれてるけど、閉まってないっていう、微妙に閉まってないっていうね。うん、
次のページで、もうこれをつけるね。そしてスプリングをつける。すごいな、おい。大丈夫かこれ。スプリングついてるし、いやちっちゃ。すごいなこれ。お、一本入った。一本入って、すごい。なんてことだ。ね、すごいスプリング入ってる。本当だよこれ。本当にすごいなこれ。1個ネジがやっと入って、ネジがスプリングか、スプリング入れて、でもう1個スプリング。これ一番大変だ今のところ。いけた。入った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 入りましたね。入ってる。オッケー。細かい。ディテールが細かい。ね。はい。でこれ。ね。でこれロックすると。いや、参った。でこれ土台、これを土台を逆さまにして、よし、おい、おお、できました。あ、で、また、あと、また当たるか。あ、これとこれで、これとこれでおしまいか。いや。大変だった。こうやって。で、この、蓋は何これ。パカっていかないんだけど。上に乗ってるだけ。パカっていかないのはなんでだ。上に乗ってるだけみたいな。パカパカ。あれ。まあよしとしましょう。はい、ということです。そして、いやー結構長くかかりました。一番最長だったと思います。今度は、イシュー5は、何が来るんだろう。フロント、レフト、サスペンション。ワオ、サスペンション。
なんかまたいろいろありそうだな。ということで、はい、結構長編になってしまいましたね。はい、ミスターフュージョン、ミスターフュージョンと、これこれ何なんだろう、後でわかるか。はい、作りました。はい、ありがとうございました。